こんにちは。ドラマはミュージカル女優のオサニーちゃんならが皇帝イヒョクシン・ソンロクとの結婚を通じて宮中の複雑な陰謀や復讐に巻き込まれていく姿を描いています。始まりは皇帝の昼食会でのテロ事件。サニーがヒョクを助けたことがきっかけで彼女は待望の策略によってヒョクと結婚することになります。だが結婚生活は複雑で、前皇后の死、ヒョクと愛人の関係、そして宮中の陰謀がサニーを取り巻きます。一方でひき逃げ事件の被害者であるユラの息子ナワンシクチェ・ジニョクは復讐のために姿を変え、サニーに協力して陰謀を暴こうとします。サニーとワンシクは徐々にお互いに惹かれていく中で、真実と愛を求める姿勢を見せます。俳優陣、チャンナラオサニードラマではミュージカル女優から皇后へと変遷する彼女のキャラクターに魅力が詰まっています。サニーの正義感や成長を見事に演じ、歌やダンスのシーンでもその実力を発揮しました。チェジニョクなワンシクドラマではダイエットと整形を経て変身した復讐者として登場。感情豊かな表現力でワンシクの復讐心や苦悩、そしてサニーへの愛情を見事に表現しました。シンソン6位ヒョク冷酷で自己中心的な皇帝のキャラクターを演じ、その悪辣さや成長を見事に表現。ヒョクの過去や家族との関係を通して彼の人間性に深みを与えました。見どころ、陰謀と復讐、宮中の陰謀や登場人物たちの復讐劇がドラマを引き締めます。予測不能な展開が視聴者を引き込みます。サニーとワンシクのロマンス、サニーとワンシクの徐々に芽生えるロマンスはドラマに温かみと感動をもたらします。キャラクターの成長、それぞれの登場人物が状況に応じて成長し変化していく姿勢が見どころです。皇后の品格はサスペンス、ロマンス、復讐劇が複雑に絡み合った作品であり、俳優たちの力強い演技が魅力の一因となっています。ぜひこのドラマを視聴してその魅力をご堪能ください。チャンネル登録よろしくお願いします。